一番近いイベントは温泉ツアーじゃないのか。その前のね、マジック教室だ、はい。だからね、今悩んでるのはね、ターベルコースにするのか、ターベルシステムにするのか、すっごく心が揺れ動いてる。多分見た人、それはどっちをリクエストしたらどう違うんですかっていうのがあのね、ターベルコースにすると百科事典形式で、例えばコインの技法ならそれがひたすら続く。ターベルシステムは通信教育だから毎週そのレッスンが届くシステム、だからやっぱりその都度ちょっとあの手品が 1,2 個あって、多い時には4個ぐらいあって、まあマジックの歴史とかマジックの哲学みたいなのがちょこっとある感じだけど、ターベルコースをやるともうレッスン1、レッスン2が手品の歴史、手品の科学とかやって、レッスン3がコインの技法で、手品が始まるのがレッスン4になっちゃうんだよね。これは辛いわ多分終わんないもん、その1日あっても。じゃあそれをがっつりもう本格的に半ばこう苦行のような、でもその先にある何かを求めてがっつりやりたいか、いや個人的にはがっつりやりたいんだけど、多分ね寝るね、みんなね、いつの間にかねやっぱりマジックないと面白くないから、ちょっと せっかくというか、多分来る人はこう手を動かして多少持ち帰りたいものもあるつもりできたら、2時間ぐらい延々講義が続いたら、ね、つらいよ。話の種にはなるかもしれないですけど、それでどっちがいいかですね。まあじゃあ、まあ、手品の種だよね、きっとね、多分ね。まあたほら、もうだって今教室のお知らせにはそんな感じのこと書いてあるし、がっつり講義で2時間ですとか書いてないですよ。確かコインやカードを使ったマジックって書いてある。でもせっかく翻訳してるしね、まあ、その努力っていうか労力を発表して、ここが面白いんだよって力説する場も欲しいですよ ね。でもね、翻訳した割にはね、そこまで強調するほどでもないかなっていう部分も多いね、今となってもね。なんかでもそれはあれですよ、ちゃんとその研究発表としてこう、まあもちろんサプライズ教室でやってもいいんだけど、なんかそういうのこう時間取ってやったらそれなりのなんかレクチャーにならないですか。なるだろうね、でも意外と誰も求めてない気がするからね。そう、案外ね、その、まあ、僕もほらやりたいテーマとか、ここにこだわってここにやりたいってこう深くやればやるほど狭い範囲に、狭いこういうニッチなところに入っていっちゃうので、これはこう人を広く集めてこう仲良くやりましょうよっていうのとはどうなのっていう話なので難しいですね。自分の本当にやりたいこととこの仲良くのバランス点をどこに取るのかっていう、他の回でも言ったんですけど、僕ね急にちょっとハリウッドに遊びに行きたくなっちゃって。いいですね。まあ、なんでかっていうと、この、まあ、かつてはマジクラスとかもう何回か行ってたんですけど、これはほらやっぱりこうその時に背負ってたこのいや背負って意味、今多分ねイメージしたのと多分今から僕違うこと言いますよ。多分見てる人も今なんでこういうリアクションが来たかなって分かる人は分かると思いますけど、ほら誰か、まあでもそうですよ、誰かとコンタクト取んなきゃいけないとか、どういう話を通してこなきゃいけない、まあ、そういう意味でね背負ってたものもあるので、そうじゃなくて今言ったらもう何もこう背負わずに遊びに来ましたっていうので言ったらこう楽しんじゃ、案外楽しいんじゃないかなっていうのを、僕が知ってた時期ってまだ例えばほらレストランもまだそんなに食事が美味しくない、美味しくないって、もう常駐してるマジシャンがいいですね。でね、どうでした最近っていうか、ここ数年ですよね。いや、美味しかったよ。で、みんな最近の人そう言って、昔のあのまずさを知ってると、あれって思う。あ、やっぱそう。全然違う。何食べました？いや、基本的にほぼ制覇したかな。あ、そっかそっかそっか、それぐらいいたんですよね。で、どれ食べても美味しかった。あ、そう。そう、だからね、それだけ取ってもね、てみたいなと思うわけなんですけどね。英語喋れるからいいよね。いやでもね、みんなそれ誤解してますよ。そんなに英語できないですよ。いや、英語が喋れたら
ターベルコースの話したい。ああ、働いたいです。うん、だけどほら、片言の英語じゃさ、その表現できないんだよね、難しいところが。それはね、でもね、それはね、多分、まあ僕も本当、周りが思ってるほど、これが僕は英語は本当できないと僕は自分で自覚してるんですけど、これはね、でも多分いつまで経ってもある話で、ちょっとこう自分が片言でも喋れるようになると、結局それに応じて相手がわーって返してくるんで、今度ね、こう言ってることが聞けなくなって、あ、もうちょっとリスニング伸ばしたいなと思って、リスニング伸ばすと今度言ってることが聞けるようになると、言いたいことが増えるんだけど、今度言いたいことが言えなくて、いつまで経ってもね、これはもうなかなかですよね。このマジシャンのすごいところはやっぱり日本と違ってね、その歴史的なこととか哲学的なことにやたら詳しいのよ。え、こんななんかチャラそうなあんちゃんがっていうような人でも、まあほら、昔のマジシャンのことに詳しかったりするからね。日本だと本当にターベルコース持ってないとかね、読んだこともないとかね、カードマジック辞典さえ持ってない人多いからね。うん、6月いつでしたっけ、何日でしたっけ。8日日曜日、今度は、に、そのどっちに転ぶかですね。うん、なんかね、本当はね、ターベルコースの原稿を書いてたのに、ちょっとそのターベルシステムに気がついて、やり直してるの、ね。なんか心の中ではターベルシステムに移行してる。みんなこうカードとコインを持ってきたら、一回もそれ触らずに終わる。そう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 。そもしターベルシステムに行くと、うん、カードも、まあ、コインはちょっと触るけど、うん、カードは触んないね。まああってもいいと思いますけどね、そういうのもね。だからね、まあいいと思う人が何人いるかですよ。カードマジックの歴史ってやっぱり1930年代以降から発達するから、それ以前はあんまりカードマジックって尊重されてないんだよね。いやー、そういうことか。うん、もうその歴史を追体験する回でいいんじゃないですか。そうそうそう、いやだから本当毎週このテキストが送られてきて、こんな気持ちだったのかって思えるといいかなって思うね。これがだから、まあ、まあ多少ペース早めてとかハイペースにして、やっとこう何年後かにやっとカードマジックが来たよみたいな。そう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 、それはそれでいいかもしれない、ちょっと味があって、ね、いやだからね、本当はレッスン1からレッスン4まで来たいんだけど、最近考えてレッスン3まで行かないけど、楽しみに来ていただいて、ね、持ってきてそのまま出さずに持ち帰るも、そうそうそう、発見、そう、これだけ言っといてカードひょっとしたら使うかもしれない。そうそうそう、なんか油断して持ってこなかったりすると自分だけこう、そう、入れないかもしれないです。まあ基本的にはあんまり一緒にやるというよりは、こういうのありますよって見るだけだから、なくてもまあいい、あるいは朗読で終わるかもしれない。ああ、原文の朗読だったりして。原文の朗読はきついだろうね。まず自分がうまく発音だ。でも、あの、もう本当に締めますけど、でもあのそうやってでも英文読んどくと、なんかこうマジックの英語の表現ってなんだかんだ多少頭に残って、うん、次が外国人のマジシャンと接するときに、うん、多少こう残りますよね。重要、重要、やっぱりね、あのテクニカルタームは英語であるべきなんだね。僕最初マジックの本を英語で読んだ時、サード、あの3番目のサード、うん、あれが3分の1っていう意味があるの知らなくて、だからほらサード、カードをサードからとか言ってると全然違っちゃうでしょ。3枚目から1枚置くのと3分の1置くのと、なんだろうなんだろうって、それ大学生の頃1週間ぐらい解けなかったんだけど、やっぱりそういうのが分かるだけでとか、あとはその、まあ、テクニカルタームさっきも表向き裏向き英語で何て言うかも最初は知らないところから、うん、そういうのって別に高校中学高校の英語で習うわけじゃないし、うん、でも外国のマジシャンと何か言おうと思ったら、やっぱりそれは必要に、うん、あのまあ、こっちこっちって示せば済む話だけど、だからそういうだから深い意味では幻聴で本当のその書いた当人の意思を汲み取るっていうのもそうだし、何かこうちょっとしたやり取りの時にやっぱりその。読んでた方が少しでもこう単語を頭に残るっていう意味でも、プラスはありますよね。だから日本語に翻訳してる人のほとんどが研究家だったりするから、
パフォーマンスとしての翻訳してなかったんだよね。あ、うん、だからパフォーマンスとしての翻訳をしない限りはやっぱりわからない部分がいくつかあるっていうことかな。だから英語でただ喋るんじゃなくて英語で相手を笑かす、だからそれはやっぱりパフォーマーでないと難しいし、どういう言葉や演技をすることで成立するかっていうのはやっぱり難しいね。じゃあ6月8日は流星流の解釈が、そうね、だからやっぱりただ昔のを懐かしんでやっててもしょうがないからね、やっぱり今でも通じるんだよっていうことを立証していかなきゃいけないから、もう逆にもう今では使い物がないっていうか使いようがないマジックいくつもあるからね、だからやっぱり今でも生きてるマジックを今やるっていうのが大事で、もう死んでるマジックをやってもしょうがないからね。ただ死んでるマジックでもやり方によっては蘇るかもしれないから研究したり、ただ懐かしんでもしょうがない、はい、そんな流星さんのサプライズマジック教室、マジック教室、はい、9月8日です。よろしくお願いします、はい。